キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。ヤッホー、着いたぞ。岩の町は初めてでございます。ねえ、ハリーっていう子は？この岩の下で待ち合わせたんだけど。じゃじゃーん！皆さん、岩の町へようこそ。ドラゴンフルーツ味のハリーだぜ。とは。かっこいい登場だろ。どうだい？お日様みたい。ごめんごめん。はじめまして、私コロンでございます。チェビーよ。ハリー、久しぶりだもん。やあパンキー、今日は景色のいい風の丘まで行ってみようぜ。レッツゴー。ヤッホー。なんだよ。お待ちください。ヤッホー、ヤッホー。あれちゃったもん。あ、ちょっとあっちにお水が流れてるよ。おいしい。その水は飲んじゃいけないんだぜ。それを飲むと。この先のドーナツ洞窟の湧き水を飲めば元の形に戻れるぜ。あ、よかったもん。でもな、3時間以内に飲まないと戻れないんだぜ。先に言えもん。よし、レッツゴー。うん、ちょっとこれって転がりにくいよ。ぐいしょっと、ぐいしょ。この頭嫌だもん。あ、しまった、岩ネズミたちに見つかった。岩ネズミ？いちごミルク味のコロの方がうまいよ。なんてことを言うのですか、チェビーさん。シッシー、てめえらやるのか。俺を怒らせると怖いぜ。チュー、やるか。いい度胸してんじゃねえか。どりゃー、うりゃー、どりゃー、どだ、この参ったか。チュー、やりやがったな。今は油断したが、今度は本気だぜ。タッタッ、さあ来い。ジュー、大勢でかかってくるなんてずっ
ちゃりゃー、キュッ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 、返してね、返してね、あれあれ、パンキー、なぜパンキーさんには襲っていかないのですか。どういうことだ、どうなってんの、どうだ、さあ、わかった、イワネズミはヨーグルトの味に弱いんだ。パンキー、キャンディーを出して。来るなよ、ヨーグルト味だもん。それイワだ。このハリー様におじけづいたか。あんたじゃなくてパンキーのおかげよ。危ないところだったもん。あいつらがヨーグルト味に弱かったなんて知らなかったぜ。ハリー、ドーナツ洞窟はまだなの？この格好じゃ転がりづらいもん。もうすぐだから我慢するんだ。パンキー見て、こうやって玉乗りで行けば楽だよ。私としては迷惑なんですけどね。それならいいかも。ふい、ふいふい。ちくしょう、かっこ悪いぜ。それい。なんですチェビーさん。さっきから誰かの気配がするのよ。僕も感じてたもん。岩が動きました。この方もイワネズミと同じようにヨーグルトに弱いかも。ヨーグルト味だもん。ダメだ。オレンジ味、イチゴミルク味、ドラゴンフルーツ味。お呼びですかいな、マイシー。なんですかいな、面白い形になってるぞな。クマパン、あいつをやっつけて。あ、あはははい、へへへ、おれいおれい。おれいおれい、あれあれ、えへ、あれ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 、あれって今回は頑張ったぞなマシー。